魔王オロチが降臨した。圧倒的な力を誇るオロチは時空を歪め、三国志の世界と戦国の世を融合。三国戦国の英雄たちに戦いを挑んできた魏軍呉軍はオロチの力の前に屈服。蜀軍もまたオロチに敗れ、皆生死もわからない。蜀の将張雲も上田城の力を似てオロチの虜となっていた。脳裏に鮮やかに残る主劉備が倒れる光景。絶望に沈む張雲の前に新鮮さじが意外な情報を持って現れる。捕らわれてもうどのくらい経ったのだろう。あの日突如現れた魔王オロチの名、世界は歪む、国は滅んだ、世は魔王の恐怖に終わり、人は廃れ、劉備の星大徳は避難だ。わしは島津義弘、名は明かせぬ、ある御仁の指図で参った。劉備様は生きています。本当か。行方は知れぬ。だがそなたの魂は輝きを取り戻したようだ。若き劉備、大徳のために再び登ってみるかね。侵入者だ、侵入者を撃て。その前にまずは追っ手を片付けましょう。今日シリュウ、この難局を乗り越え大徳のもとへと行く。両外の敵は盛況、むやみに飛び出してはかなうまい。まず西へ進み脱出地点を目指す。貴様もアレンドと脱獄を図るつもりか。あの、女ではない、立花だ。さてさて、妙な展開になってきたもの。立花、やった時が貴様の最後だ。我が力自分で味わうがいい。今貴様もオロチとやらで天国に下がったか。オロチに自分は博打にならんわ。行くわ。オロチは立花が撃つ。邪魔立てするならここで。とりあえず先を急ぎましょう。伝令、ショーンが上田城の地下牢から脱獄した模様。なんだ、あの堅牢な獄が破られようだ。この入り組んだ地下、そう簡単には逃げられぬ。生死は問わない。急ぎかの者たちを追うのだ。逃走経路を抑える。南部の道を封鎖せよ。さすがは宗主公、敵はない。だが大徳へのつながり立たせるわけにはいかぬ。立花が共に戦おう。戦場に誇り高き勝利を。聖祭、しばらく見ぬうちに腕を上げたな。足手まといかと思ったが少しはできるようだ。あなたこそ口先だけではないの。貴様、まあ、面白い女で、女ではない。聖祭、俺がぶっ飛ばしてやる。なんとか無事に逃げられた。トムカク、行くわ。一刻も早く城の元に戻る。身が出るぞ。行くわ。はい。ご助力感謝いたします。あなたは私を絶望の淵から救ってくれました。誠の絶望は大徳の喪失。気が浮かね、劉玄徳を早く救い出したまえ。しかし劉備殿の行方は知れず、我らの力はあまりにも弱い。若き劉備、
同士を集めて力を蓄えるがいい。傷ついた翼を癒し大徳のもとへ飛ぶがいい。小生はその様を遠くから見守るとしよう。さらばだ。貴様らの助けがなくても脱出はできた。だが結果的には救われた形になった。立花は礼節を知る。共に戦わせてもらおう。